J-WAVE JAM THE WORLD JAM THE WORLD 講談社 Case File Brought to you by 講談社堀潤がお送りしています。 J-WAVE JAM THE WORLD。 ここからは時代を映すニュースなキーワードをあなたの記憶にファイリング、講談社 Case File。今月、天の川銀河の中心にある巨大ブラックホールを世界の電波望遠鏡で一斉に観測する国際共同プロジェクトが行われました。ということで今週は巨大ブラックホールについて詳しく紹介しています。ワクワクしますね。火曜日のテーマは巨大ブラックホールの歴史についてです。それでは国立天文台水沢 VLBI 観測所教授本間麻歴さん、よろしくお願いします。ブラックホールそのものの研究の歴史で言うと、結構歴史は長いですね。で、具体的には一番最初にブラックホールっていうものを考えた人が、まあ、イギリスのジョン・ミッチェルっていう研究者なんですけども、1784年、もう200年以上前に、ブラックホールみたいな天体があるかもしれないということを論文に書いてます。ですから、まあ、それが今現在確認できる、その、科学的なブラックホールの記述の最初のものですので、まあ、本当に人類は200年以上、ブラックホールっていうものを頭の中で想像して、まあ、最近はもちろん観測によって、いろんな形で情報が得られるわけですけども、研究し続けてきているということですね。実はですね、最初にその予言されたブラックホール、その1780年にミッチェルっていう人が予言したブラックホールも、巨大ブラックホールだったんですね。で、それたまたまなんですけども、彼らが考えたブラックホールっていうのは、太陽と同じ密度を持って、太陽の1兆倍ぐらいの重さを持っているような天体だったら、ブラックホールになるということを理論的に予測してたんですね。で、ただそれはあくまで予測でしかなくて、その時はその巨大ブラックホールが銀河の真ん中にあるだとか、そういうことは一切わからなかったので、そもそも銀河が何かだとか、星が何かっていうことすら全くわかってない時代でしたので、もうあくまで空想の世界で、どれぐらいの重さ、どれぐらいの密度を持った天体ならブラックホールになるかと、そういうことをまあ最初に提唱したということですね。その200年の歴史でやっぱ結構長くてですね、その後まあいろんなことがあったわけですけども、例えば20世紀の初めにアインシュタインっていう大変有名な科学者がいて、相対性理論っていうものを作ります。あの難しい大変難しい理論なんですけども、で、相対性理論ができることによって、ブラックホールが本当に厳密に数式で書けるようになるんです。ブラックホールがどういうものかっていうのが。だからそれがまず一つ大きな節目で、それがちょうど今から100年前ぐらいのことですね。で、そこからまあブラックホールっていうのが本当に厳密な科学の研究対象になって、あとは観測が進むのは20世紀の後半ですね。第二次大戦が終わったあたりから、通常の光で見る天文学でもそうですし、それから電波天文学ですとか、X 線天文学。X 線っていうのはあのレントゲンを撮るときに使うやつですけども、そういうあのいろんな手法を使って宇宙を観測するやり方がですね、20世紀後半になって発展してですね、それでいろんなブラックホールに関する情報が得られるようになって、まあ巨大ブラックホールが存在するだろうというふうに観測的からも考えられるようになったというのが、だいたい1960年代から1970年代ぐらいの話ですね。本当にいろんなものを積み上げてきて今日に至っていると。講談社ケースファイル。いや、なんかこうブラックホールってね、やっぱり昔からこう全てのものを飲み込むなんていう怖いおっかない場所だなと思いつつも、この宇宙光線、宇宙から注がれるあの様々な物質、いや、すごい力持ってんですよね。皆さんあのご存知かもしれませんけれども、東京電力福島第一原発の廃炉作業、溶け落ちてしまった燃料が一体どこでどのような状況になっているのかというのを調査するためにも、宇宙からの光線などを利用してその存在を把握しようという試みも続けられています。さて、本間さんのお話では、巨大ブラックホールもただのブラックホールも存在することには間違いないのですが、直接観測するのは難しいということで、それらを直接的に観測するために研究を続けているということなんですね。本間さん、どうもありがとうございました。明日のテーマはブラックホールに関する研究、どんなものがあるのかです。以上、講談社ケースファイルでした。 J-WAVE JAM THE WORLD JAM THE WORLD
講談社ケースファイル。